今日なんか携帯いじってるじゃん。あれあれ動画見てはこれ P じゃないですか。 P です。違いです。お願いします。お疲れ様です。金と女とお酒かね。職人の世界ってやっぱそういうイメージあるでしょ。でもはい、そうですよね。職人ってやっぱ昔はまあ俺も若い頃そうだったんですけど、みんななんか遊んどるよね。やっぱ職人の人って給料いいじゃん。そうですよね。給料いいって言ってもまあ年金とかそういうのがないっていうかね、難しかったけど昔はまあうちの会社が給料いいかどうかはまあ本人に聞いてみると分からんですけどどうですか。給料いいですね。お、給料いい。はい、ボーナスあるしね。ボーナスありますね。有給もある。有給もあります。でまあ、お金の事情っていうのはどうなんですか。じゃあ金額はなかなか言うの難しいと思うんですけど、俺も実際今日当いくらかちょっとはっきり分からんけど、先生が、でも月いくらぐらいになる。20じゃない、30だったらちょっとこれカットだね。20はないよね。ないですね。35とかいきますよね。まあまあいいよね。そうですね。もっとやれやっていうなんかコメント入ってきそうだけど、まあ結婚しとるしね。でボーナスあるしね、うちは。ボーナスが今まあトミからやり始めたけど、この年5回のボーナスにしようと思ったんですよね。え、すごい。じゃ本当にすごい。求人興味あったら本当にどんどん来てほしいんですけど、もし求人興味ある人はまあちなみに LINE アット、最後に多分出てくると思うんですけど、求人に興味あったら LINE アットに登録してもらったら、求人やってますんで、LINE アート登録してください。はい、で2回はボーナスだね、まずは。はい、これ去年まで全員雇った。それはもう会社全体が余計や果たすし、まあケアダさん、まあ毎年、まあ、調子は上り調子なんで、まあボーナス出とるんですけど、まあそのドーンと出んけどね。はい、まあ普通の会社みたいな何ヶ月分とかその出るわけはないんだけど、まあお金はそんなところですね。あとは女のところか。そこはなんか携帯いじってるじゃん。あれ？あれ？はい。動画見てます。これ P じゃないですか。 P ですよこれ。矢倉先生攻めますよね。なんかすごい。結婚したばっかしね。そうですね。まあどれぐらいだっけ？1年ぐらい。1年経ったのか。まだ8ヶ月とかそのまま。8ヶ月。おお。まあいい奥さんだよ。この間あったけどね。しっかりした嫁さんって感じだね。おお。こういう動画見てる人で一般の人っておると思うけどさ、職人やりたいとかおるんかな。どうなんですかね。塗装とか縛ってやっぱ目立つと思うんですけど、シーリング職人ってね本当にねコツコツやる仕事だね。まあ面白いよね。シーリングってね奥深いし、まあ結構シーリングの動画もあるんで、他のね塗り替え道場のチャンネルの中に、でまあそれ見てもらうともう面白いと思うんですけど、結構素人のことも覚えようと思えば結構覚えてきるしね。そうですね。ポイントとかあります？そのシーリングする上での一番ここは譲れんみたいな。やっぱ撤去じゃないですかね。あ、撤去なんですね。はい、で撤去が悪いとそこからみんなまた剥がれてきちゃうんで、撤去ちゃんと取らないとダメですよね。あ、撤去がいかに綺麗にするかで。そうですね。雨漏れの、結局だってシーリングの職人さんで雨漏れが決まるんだわ。で塗装なんか関係ないでしょ。ペンキ塗るだけだもんね。あ、そうか。まあ関係あるけど外壁材を守るっていう大事な仕事があるけど、関係ないでちょっと。表現が塗装屋の社長としてちょっと表現がなかったなと思うんだけど、そうそう。でももうシールが命だよね。そうですね。俺ももうシールはやっぱすげえ大事にしてるもん。ああ、そっか。そこはやっぱうちもきっちりやりますっていうところはやっぱり意識してるしね。でももうそもそもやから先生とあだ名は酒飲んでやからになるからね。ドラ絡むから人。最近お酒控えてるんですよ。なんで？お、なんで？いや、最近飲めなくなったっすね。なんで？ビール2本飲んだらもう酔っ払っちゃうっすもん。別に酔っ払ってまた絡めばいいじゃん。そこら中なんですよ絡むの。おいとか言って、お前シーリングの仕事なのどんぐか。営業に怒っとる。やっぱ営業も分かんないから、勉強してるよ。もちろん勉強してるけど、やっぱプロにねかなうわけないからさ、俺らは。まあだけどお金はまあそこそこ稼げると思うよ。今特に本当職人になり手がいないから、俺らでまあこういう動画を見て、あ、職人の世界って楽しそうだなとか思ってほしいなっていうのはまず一つ大前提にあるんですけど、でまあやっぱそういう声も聞こえとるしね、コメントでやっぱ楽しいよ楽しいよって、楽しそう面白そうって言うんですけど、まあ本当職人の世界って本当に結果は出るから楽しいだよね。はい、何やってるかわからんっていうことはないよね。ないですね。形になっていくし、で職人って手に職つければ独立したりもできるし、でもちろんうちも従業員でも外注さんよりも高く払う人とかもおるんですよね、社員でもね。だからそれがやっぱ職人の世界ってやっぱ手に技術じゃん。だから俺は、まあやって、俺も職人からここまで来たからね。だから悪いことはないよね。はい、と思う俺は。まあでもシーリングの職人さんってまあどんな仕事ってね言われたら本当まあでもコツコツやる仕事だよね。そうですね。だって本当に案外おしゃべりが苦手とかちょっとおとなしい人の方が多いって言ったら失礼だけど、まあそのやから先生も酔っ払うと絡むけど、やっぱおとなしいっていうかそのやんややんや言うタイプじゃないし。そうですよね。優しいよね。で奥さんもだってそういう奥さんだからやっぱそういう人に会ったらちょっと強そうなね。ちょっと強そうだよね。そうですね。だけどもう合わせてくれるって感じだね、はい、絶対にこの人には逆らいませんみたいな奥さんだけど、もう本当職人の世界って今そういうふうになってるから、まあまあ悪い子じゃないよね。そうですね。酒女タバコいったか。じゃあ斉藤さん、はい、現場でなんか面白いエピソードみたいなのってなんかないんですか？こんなことある。解析ありますね。何何？はい、ベトナム人がですね、うん、足場から降りるときに、うん、ザイロの中に足突っ込んだ。これ缶に？缶にこれに？ザイロズブワーってなるでしょ。はい。足ザイロだらけだった。それ面白くねえし。笑えるけど。まあでもそんな感じかな。まあでも本当じゃあ楽しい仕事だと思いますんで、興味あったらねまた YouTube 見てもらったらわかるし、うん、まあ本当に職人の世界ってまあ本当飛びとか塗装シーリングでまた特徴がある。防水でもね。うん、特徴があるんで、またぜひね本当に興味あったらLINE アットを登録して、いろんな情報も出てますんで、はい、登録もお願いします。はい、また見てね。